こんにちは、ダイスです。今回はヒトメンスカーレットバイオレットで始まる最強レイドの翡翠爆風に向けて、レイドの対策としてヌメルゴンとシャワーズの育成をしていきたいなと思います。ヌメルゴンとシャワーズは今回の方とは違う子は持っているんですけど、この方だとまだ育成してなかったので、せっかくなので作っていこうかなと思います。準備期間がもうちょっとあったら良かったですよね。ということで、今回の動画では性格を補正して努力値を振ってすごい特訓をしてからレベル100まで育て、その後おすすめの技や持ち物についてをご紹介していきます。今はまだテラピストを使ってテラスタイプは変更せずにいようかなと思いますが、使用するときには水テラスタイプに変えているポケモンもあるのでご注意ください。どっちがいいっていうのは特に今の段階ではまだ分かりませんが、まあ、とりあえずヌメルゴンの方をご紹介していきます。これが今回使う個体です。こっちのヌメルゴンはドラゴンテラスタイプなのを後ほどね、というか後々水テラスタイプに変えようと思います。特性に関しては後ほどご紹介しますが、一応ですねこの4つの技構成でいこうと思います。特性はさっきの個体は草タイプ技が翡翠爆風にあってもいいように作っている方です。で、今回のこっちのシャワーズに関しては潤いボディにして状態異常をすぐに直してくれるようにっていうので選んでます。シャワーズに関しては技構成はまだなので後で変えるという感じです。ではまずは性格の補正です。性格に関してはどちらも特殊攻撃のポケモンになるので控えめミントを使って特攻上がり攻撃下がりの性格に補正をかけていきます。まあ、ミントに関しては今作変えるので本当に楽になりました。少ないっていう方だったり持ってないっていう方は控えめミントで、控えめの性格って言われている特攻が上がって攻撃が下がるっていう方に直してください。まあ、ミント系もねレイド遊んでたりするとよく落ちてくれるんですけど、その中でも意地っ張りとか控えめっていうこの2種類ってだいぶ使いますので、お金に余裕がある時にちょこっとね追加で買っとくと実は後々便利だったりします。変更かけてこんな感じです。そして次、今回の努力値なんですけど、特攻に252振って特防に252を振って残りの4を HP に振ろうかなと思います。本当はねもうちょっと振り返しようかなと思ったんですけど、まだ始まってないっていうことで全振りにしてしまいました。はい、後ほどですねアイテムで必要な数についてはテロップで入れておこうと思います。で、努力値振りに関しては2匹とも同じ位置に努力値を、同じ数だけ入れるようにしていくので、今回はね2匹一緒に努力値をポケモンを使って振っていく感じです。はい、ポケモンを使って努力値を振るのとアイテムを使って努力値を振るのは結果としては変わらなくて、お金に余裕があったりとかっていう方はアイテムを使って、努力値を振る方がおすすめです。ただポケモンでも振れるっていうのだけ覚えておいていただけると、今作はね結構買いやすいのでいいんですけど、次の、ポケモンを遊んだ時のソフトが買いにくいとかねいうところだったら、こういう風なやり方もあるんだよって分かってるとねやりやすいと思うので覚えておくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、一応私はポケモンを使って努力値を振ろうかなと思いますので、必要なアイテムを購入しに行きます。持ってる方は必要ないです。ポケモンで努力値を振るときにはパワー系のアイテムを持たせるとかなり効率的に努力値が振れるようになるので、デリバードポーチに持ってないっていう方は購入しに行きましょう。はい、このパワーなんちゃらっていうのが各努力値位置に対応するアイテムになっているので、今回だとパワーウェイトとパワーレンズとパワーバンド、この3つを利用するという感じです。持ってるものは1個あればいろんなポケモンに持たせ替えってできるので、そ
それで大丈夫です。努力値はパルデアの女で振る方法もあるし、小さじの米地で振る方法もあるので、一応ねパルデアの女で振って、その後テロップでね小さじの米地用のポケモンの記載もしようと思います。では移動します。パルデアの罠で努力値を振るときには、パルデアの罠入る前にサンドイッチも食べていきます。まずは小さじの小道も同じで、特攻、ここから努力値を振っていこうと思うので、特攻用のパワー系アイテムのパワーレンズを持たせます。努力値に関しては手持ちにポケモンが入っていれば努力値が今作は振れますので、鉄のカイナを準備して、鉄のカイナに倒してもらって、で努力値を振るっていう形にしていきます。レベル帯によってはそのポケモン、努力値を振りたいポケモンを使っても努力値振れるんですけど、ちょっとねめんどくさいんで、今回は3体にしました。はい。で、特攻はレタスとマーマレードです。レタスとマーマレードで作ったご飯で遭遇パワー毒のレベル1をつけていきます。レタスは3枚乗せて、何でもいいのでピックを刺したら完成です。ついたパワーに遭遇毒レベル1があると思います。この遭遇パワーを使ってキラフロールを出やすくしてから倒して努力値を振っていくという形になりますので、やってみてください。小さじの小道の場合は努力値のためにサンドイッチを食べる必要がありません。ただパルテアの罠はちょっとねポケモンの数が出にくくなるので、出やすくなるように食べるというふうなことをして移動していきましょう。キラフロールの場合、移動先が第4観測ユニットになります。第4観測ユニット出てすぐのところにキラフロールがよく出てると思いますので、ここでポケモンを倒していきましょう。パルデアの罠で倒すときにはキラフロールは26匹倒すと努力値が250に全て振り終わります。うさじの小道の場合はデルビルを28匹倒すと努力値252が全て振り終わりますので、やってみてください。で、努力値振りに関してはレッツゴーではなくて、必ずこんな感じで通常バトルで倒すようにして努力値を振りましょう。レッツゴーだと努力値は振られないので、必ずこの通常バトルで倒してください。振り終わると今回努力値は252でマックスなので、キラキラっていう風にこういう風なマークがつきます。で、2匹一緒にすると同じ振り方なんで、どっちも振れてるという風になってます。それではパルデアの罠は一旦ゼロゲートに戻るようにしてください。小さじの小道の場合も次に倒すポケモンがちょっとね違う位置にいますので、灯台に1回戻ってから振りに行きましょう。先ほどもご紹介しましたが、パルデアの罠で努力値を振るときにはサンドイッチをまた食べ直しますが、小さじの小道のときには食べ直しはしなくて大丈夫です。252特攻全部振り終わったら、次に振るのは特防です。特防用に今度はパワーバンド、黄色いものを持たせ替えをします。パワーレンズはもう使い終わってるので変えるっていう感じです。まあ、お気に入り登録するとこんな感じで、種類をね変えると一番上に出てくるので、努力値振りにはパワー系アイテムこうやって使うのがおすすめです。はい、それではパワー系アイテム持たせ替え終わったら、パルデアの場合は大穴の中に入っていく前にサンドイッチを食べ直ししましょう。今の状態だと遭遇パワー毒がついちゃってるので、これを遭遇パワーの付け替えも含めて食べていくっていう感じですね。使うのはレタスとヨーグルトです。この2つの食材でご飯を作ると遭遇パワーフェアリーのレベル1がつきますので、次の特防用のポケモンフラエッテが出やすくなります。なんで必ずパルデアの罠の場合は食べてから行くようにしましょう。レタスは3枚乗せて、ピックは何でもいいので刺したら完成という感じになってます。つくパワーは遭遇パワーフェアリーレベル1です。これをつけていくことでフラエッテが出やすくなって、努力値を振るときにポケモン倒しやすくなるので、やってから行きましょう。何度も言いますが、小さじの小道の場合はピクニックでご飯は食べなくて大丈夫です。パルデアの罠の時だけ食べていくようにしてください。
まあ、基本的にストーリーが終わってなければ小さじの小道で努力値を振るし、ストーリーが終わっている状態だったらパルデアの罠で努力値を振る方がおすすめという感じです。でもちろんお金に余裕がある方はアイテムを購入して今作は振れますので、アイテム購入で振るのが一番早いです。はい、フラエッテは第3観測ユニットに移動したその先に多く出現するので第3観測ユニットに移動しましょう。それではここの周りにいるフラエッテを倒しに行きます。はい、すぐ見つかりましたね。で今回倒す数は先ほどと同じく、フラエッテの場合はパワーバンドを持たせている状態で26匹倒すと努力値252が振り終わります。で小さじの小道の場合はパワーバンドを持たせている状態で羽根っこを28匹倒すと努力値252がマックスすべて振り終わりますので、やってみてください。規定の数倒すとこんな感じでキラキラマークが特防にもつきます。これで2箇所は振り終わりです。で最後はね HP に4残りを振っていくんですけど、その時にはパワー系アイテム持たせ替えした方が楽なので持たせ替えます。パワーウェイト、これが HP 用のアイテムなので育てたいポケモンに持たせ替えをしていきましょう。で今回直前に倒していたポケモン、今回だと特防用のポケモンがいると思うんですけど、パワー系アイテムをパワーウェイトに変えてその直前に倒してたポケモンを倒すことでも努力値が振り終わります。なんで振り終わるかっていうと、パワー系アイテムって努力値が8振れるようなアイテムになってるので252だとマックス振り終わってる後なので、その振り方でも OK です。ちょっとね違うやり方しようかなっていうことでちょっとだけ移動してたんですけど、色違いのポケモンに遭遇しちゃったので、もし仮に色違いのポケモンに遭遇しちゃった時入手したいと思うんですよね。そういう時のやり方をご紹介します。で今努力値振ってたポケモンをボックスに返しました。なんで返すかっていうと、今回でいうところの色違いのポケモンは努力値が違うところに振られちゃうんですよね。本当は一番最後 HP に振りたいんですけど、違うところに振られちゃうので一回ボックスに戻すことでポケモンを入手しても努力値がね変なところに入らないっていう風になるので、こうやって色違いのポケモンに会ったりした時には対応してください。結構ね聞かれるんですけど、ボックスにね一回戻してしまえば努力値は振られないです。あくまで今作の努力値は手持ちに入っているポケモンに振られるようになってるので、色違いのポケモンだったりとか欲しいっていうポケモンに出会った時にはボックスに返して、でこうやってゲットしていって大丈夫です。まあ、ちょうど良かったのでねお話ししてみました。そしたら入れ替えしたのでボックスからまた努力値を振りたいっていうポケモンを手持ちに戻してあげれば、途中からになるんですけど続きができるようになるので全然ねいつでも大丈夫という感じになってます。はい、で私はさっき入れたポケモンをどこにしまったか忘れました。どこにしまいましたかね。ボックス番号を覚えといたらよかったですね。この辺、あれ、まあ、キノガッサを入れ替えしたのでそれを戻せばいいんですけど、あ、間違えちゃった。ノココッチも戻します。どこかな。これね間違ってねそのまま行っちゃうともったいないのでちゃんとね戻します。いました、これとこれ。はい、でパワーウェイトはね持たせてる状態なのでこのまま行きましょう。で最後なんですけど、小さじの小道だったらグルトンで、パルデアの罠だったらラッキー、これをパワーウェイトを持たせた状態で1匹倒すと努力値の HP が全て振り終わりしますので、移動して1匹だけで多分出てると思うので倒しに行ってみてください。まあ、遭遇パワーレベル1なのでパルデアの罠とかの場合はねラッキーが出やすくなってる。洞窟の中にね行ってしまえばね1匹は必ずいます。なのでこうやって倒しに来ているという感じです。パルデアの罠だとご飯食べ直すことで
ラッキーでね、レベルも上げやすくなるので、結構やる方多いと思うんですけど、1匹ぐらいだったら出るようになってるので、基本的には私はこうやって倒してるかなという感じです。じゃあ次です。銀の丘がないよっていう方は、最寄りのデリバートポーチで購入してください。すごい特訓をしに行くんですけど、一応ですね、どんな感じの努力値のレーダーになったかを確認していきます。今回ね、全ての努力値振ったので、こうやってレーダー自体は白色に変わってます。アイテムを使って HP 残りの4だけ振るっていう形だと黄色いレーダーのままになってると思います。これなんでかっていうと、努力値が全部振るってなると510かな、確か510とか努力値って振れるようになってるんですけど、252と252と残りの4振れるようにってお話ししましたが、残り実は6なんですよね。6じゃなくていい理由は、4の倍数しか努力値って反映されないからっていう感じです。はい、これもね、覚えておくといいと思います。じゃあ次はすごい特訓なので、すごい特訓のところに来たんですけど、必要なのは、攻撃以外の5箇所です。はい、で今回ちょうどね入ってたので、全部の箇所が上がっちゃったのですが、必要なのは、今回だと特攻上がり攻撃下がりにしてて、攻撃は、ね、必要ないので、その青色になってるところの場所以外っていう風に覚えるとやりやすいです。攻撃は必要ないので、ここだけ抜いた5箇所を振っとくと、基本的にはね、これで OK という感じになってるはずなので、性格のね、補正をした時に下げたところ以外を振るっていう風に基本覚えておいてもらえると、他のポケモンで努力値振る時にどこだったっけって迷ったら選択するところはね、そこ以外ですっていう風に覚えておくと楽だと思います。じゃあ次です。シャワーズを入れ替えしましょうか。技はですね、もともとヌメルゴンは入れてたんで、シャワーズだけここで入れ替えですね。雨乞いは多分入ってた方がいいと思うので、雨乞い入れときましょう。アクアリングで使うかどうか、翡翠爆風の持ち技によって変えた方がいいと思うので、今はねそのままにしときます。持ち技によってなんですけど、回復をねアクアリングでするか、もしくはねこの眠るっていうのでするか、どっちかがいいんじゃないかなと思います。でメインウェポンは波乗りです。眠るもね覚えるんですよね、これね。どっちがいいかはまたね当日に変更になるかなということで、とりあえずねこのままにしておきます。で私の場合持ってなかったので作りに来たんですけど、はい、シャバーツはね眠る、これを覚えるので、眠るを入れるか、多分瞑想は入ってた方がいいと思うので、瞑想をね入れておくようにしましょう。瞑想は特攻と特防を上げる効果がある変化技です。翡翠爆風の場合は多分特殊型になると思うので、瞑想でシャワーズ自体の攻撃も上げて、特殊攻撃のダメージ量も入るように上げて、で特防も上げてっていうのができるから、これはね入ってる方がいいんじゃないかな。問題はアクアリングなのか眠るなのかなんですよね。ここに関しては本当に当日じゃないとどっちがいいのかなって分かりにくいんですけど、ヌメルゴンに関してもシャワーズに関してもどちらも覚えるので、アクアリングになるのか眠るになるのかの2択、ここは当日選択かな。まあどっちも覚えるから作っとくっていうのだけね覚えておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。眠るは状態異常の回復がどうしても必要になってしまうので、ヌメルゴンの場合は特性潤いボディ、今回のあのシャワーズと同じ特性じゃないと眠るじゃなくてアクアリングの方がいいです。はい、装飾をね使わなきゃいけないっていう風になったら、私は眠るじゃなくてアクアリングにしようと思ってます。はい、これをね覚えるので、どっちかが入ると思われます。で持ち物に関してなんですけど、基本は今のところ貝殻の鈴かなと思うんですけど、
神秘の雫っていう水タイプの技の威力が上がるものもありだと思います。多分ここの2択かなと思ってます。多分、まあ、当日の翡翠爆風の技にもよるんですけど、今のところはこの2つの持ち物が有力なんじゃないかなということで、持ってないという方はね、買ったこといいと思います。ということで今回は2匹育成してみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!